これを体重を痩せなければ肘、ここですね、肘がだんだん悪くなってきてしまうので、重さでこれで年を取ってくれば軟骨がどんどんすり減ってしまうし、あと靴もあまりいい靴ではないので屈性が高くないので膝に負担がかかってしまうので、そう考えると今のうちに体重を痩せておかなければいけないかなと思っています。原付なんですけども、前はすごい近所で一番少ない坂を原付で登ろうとしたら、まあその下り坂で一回止まって一時停止をして登ろうとしたんですけども、スロットルを原付のスロットルをフルに、回しても坂を登ることはできませんでした。だんだんと下が落ち、ツルツルと落ちていってしまうので、これやっぱり重すぎるのだなと思いました。